おはようございます。えっと株式会社フルデプス代表の伊藤です。えっ、ー、と本日トップバッターということでちょっと緊張しておりますが、よろしくお願いいたします。えっ、ー、と、私たちはあの日用使いできる水中、アクセス手段を提供するということをやっております。えっ、ー、と水中ドローンの会社でございます。産業用水中ドローンのえっ、ー、と現在は開発。また販売。 レンタルまたその運用を支援するためのクラウドシステムですねこちらではレポートの生成だったりとかリアルタイムで現場の映像が届くというようなソリューションを提供させていただいておりますそもそもなぜこういったことを今私どもがやっておりますかといったところもうすごく個人的な私の夢で始めております子供の頃からずっと好きだったといいますかずっと気になっている深海魚 特にこのナガゼイソという魚が私は子供の頃からずっと気になっているんですけどもこれとは別にまあ特技としてまた将来仕事として子供の頃からやってきたロボット開発ですねこの2つを組み合わせて自分の作ったロボットでこの深海魚ナガゼイソが見たいという,もう個人的な好奇心から始めております実際に作ってみると多くのことが分かってきましてもう深海深海とこう個人的な気持ちでスタートしていたんですけれどもさまざまな方からからお要望いただきましてダムであったりとか 水産業の現場。こういった現場って今人が潜って水中の調査であったりとか、把握、事態把握ということを行っているんですけれども、こういった場所で使っていただくということが少しずつ進んでおります。で実際に水現場に出てしまいますと、水が濁っていても何も見えない、わからないと。まあ、こういったものがもう非常に課題が多いんですね。こういったところに対してどうやったらそれが解決できるのかということを少しずつ克服して現在まで来ています。私たちの発見、そして戦っている課題ですけれども、わずか数メートルの浅い水中ですら、 私たち人類にとっては未知の世界であるということです。今年も少しずつも始まっています。けれども、豪雨であったりのこう。災害、もう濁流の中の川の中全くわかりません。まため、池の中の水これ全部抜いてみました。みたいな話もあったりしますけれども、あれも抜いてみて初めてわかるというのが現在です。実際こう水中のインフラというのが我々がターゲットとしている市場になりますが、えっ、ー、とダムであったりとかあと。 身近なところです。港の岸壁だったりっていうものがありますね。こういったところの維持管理をしていくために、この水中の把握っていうのが必要になってきます。また最近では、えっ、ー、と、洋上風力だったりとか、潮流発電といった再生可能エネルギーですね。こういったところの工事であったり、また維持管理していたところにも必要になってきます。まあ、ただこれらを 使うため実現するためにこう人が潜るということが必要になってくるんですけれども、まあ、それは非常にこの濁流の中、えー、と水がみの中濁って見えない中、えー、と危険な思いをして作業されたりまたロボットで人対人にやろうとすると,、えー、とロボット自体がこう大きかったり、まあ、非常にコストが高いというところがあってなかなか進められないというのが現状です。というもの非常にシンプルでして、まあ、これをロボットをまあ小型化して日常的に使えるようなものにしていけば、えー、とこういったところというのを変え,られ変えていけるんじゃないかということでやっております。 シンプルには、まあ、今まで潜って、そこで何かを測って、レポートを作ってていったところを、まあ、ロボットを使って、えー、とそこに到達し、まあ、そこの授業、えーと、調査自体も自動化していき、またレポートも自動生成すると、そういった形で水中の産業の機械化、こういったところを進めている仕事をしております。 ななかなか水中の市場というとイメージつきづらいと思うんですけれども、現在、えー、と顕在化している水中の市場ですね、港の管理であり、えーと、資源調査であったり、そういったところに使うところだけでも今、水中ドローンの販売で5000億弱、またそこに載せる装置類含めて1.2兆円、また実際にそれらをやっているの調査、これらになりますと少なくとも3.7兆円、ただこれまでお話しさせていただきました通り、水中の中でもほとんど分かっていないんですね、まあ、ただ現状でもこれだけあるというのがこの市場です。 これらに対して我々は水中へのアクセス手段というものを広く提供していくことによってこの市場を拡大させまたこの中で活躍していくとこういうことを言っております機会としましてもこのインフラの老朽化というのが今非常にえと陸上でも問題になりましたけれども水中においてもやはりえと注目されております 水害だったりが激しくなる中、ダムだったり河川ですね、こういった分、港も含めですが、港、防波堤、こういったところを健全に維持するというのが非常に重要になっているところでございまして、今までだと問題が起こった後とに対処するということでこなしてきたんですけれども、これ、予防保全をすることによって32%の経済効果、もう数兆円レベルになりますけれども、こういったところがあるというふうになっています。ただ、 こういったものをやるためにこう人が潜るというふうな手段しか今ないんですね。これを機械化していくというのは今後絶対に必要になるところだと思って、えー、と我々はやっています。端的に言ってしまえばこう20人、2ヶ月の潜水士を雇ってえと作業するというのをえと5人の潜水士とロボット数台でこなすと、そういったような世界観ですね。またえと最近ですとこう再生可能エネルギーですね、洋上風力発電というのをやりやるというふうなところがありますけれども、現状まあほぼゼロのところから2040年のことを 4500倍というか一体どれだけのこう倍率なんだといったところですけどもこれをやっていくにも現状この人が潜るという手段も足りてないと言われています一体どうやってやるんだと絶対機械化が必要だと我々は考えておりますこういったところでもどん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 この我々の事業というのは重要になってくるのかなと思っております 現在、えっと、産業用水中ドローンという形でこう人が操作して、人と共に、えっともに点の狭い範囲を制御するということをやっておるんですけども我々は次には、えっと、自動化ですね。これをまず当たり前にして、次には効率化こういったことをやってこれらの課題に対してアプローチしていこうと思っております。これらについても我々現在メドがついているところもありまして東大の生産研さんと共同で開発しております自動航行型のロボットですね。人がこう操作する、人が潜って作業するというだけではなくてもうロボットを 投げ込めば、えっと、調査が終わるともう実際にこれはロボットがもう撮ってきている映像ですけどもこういったものからこう右下にあるような3次元のデータですね水中濁ってる中で全く分からないとこれ特別ちょっと綺麗なところなのでチャンピオンデータみたいなものにはなりますけれども,もう俯瞰的に、まあ、水中こうなってますよと分かるような情報を提供していくということをやっていきたいなと思っております将来的に私どもは、えー、と今はこの人が操作するロボットからそこを自動化というふうになっておりますけどもこれを複数 展開ししていくといくううのもそうですし船自体も船自だったり基地局自体もロボット化していくことによって世界中の海また河川内水面にこういった基地でもどん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 出していって地球上すべての水中の状態を情報化できる世界というのを作りたいと思っております地球の70%は水でできていますただ私たちはその中がほとんど分かっていない SDGs だったり ESG だったりっていう話今どんどんありますけれども地球の気候変動であったり今後人類が 地球に長期的に活動していくためには、水中の、えっ、ー、と、把握、情報化というのは絶対に必要になってくると思います。また、これらを通していくことで、絶対に世界は、えっ、ー、と、私どもの末蔵で良くなっていくと思いますし、これらを通して私自身の夢である、この長ズエーソーだったり見たり、深海の中がどうなってるか、こういったことも分かるような世界というのができるんじゃないのかなと思っております。私たちは、小型水中モビリティで地球上全ての水中を情報化していくということをお仕事にしております。フルデプスでした。どうもありがとうございます。